よう、調子どうよ。暇だろ。帰りどっか寄ってかね。ここがポロニアンモールな。カラオケとかゲーセンとか、学校のやつらとちょっとどっか行くべーってなるとここだな。あとあれよ、クラブ。ええ、行ったことありませんけどね。あそこ薬局とかあるしさ、冒険すんなら傷薬とか定番っしょ。この人は黒沢純さん。黒沢さんは仕事のコネで俺たちの装備品を揃えてくれる。まさか交番で装備売ってるとはね。この辺にも店とかいろいろあるし、時間あるんだったら適当に見てけよ。この商店街便利だよな。割と食い物揃ってるし、夜もやってるし。そういや、上のラーメン屋もさ、夜限定の裏メニューとかっつって。あ、やっべ、もうこんな時間かよ。じゃ、また寮でな。